事だった。テレビにも映った。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。見事でした。芝の召喚マテリアが完成しました。さあ召喚マテリア、氷の女王の冷たい、いつか神羅を倒すその日まで身につけていてください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
金扉がギー急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。麦、帰ってきた。エーリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は分かんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。お花さん、青いお花さん、教えてください。エアリス、兄ちゃん、行こいで。ここから出ちゃったんだ、気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな、探し回るしかない。うん、急がなくて。刺激しない方がいい。ここは任せた。そういうわけには。やめる。終わりだ。連携しよう。任せやれ。
そっちは任せる。待ってて。うっ、やっ、調子に乗る。戻ろっか。
頼んだぞ。私の出番。すぐ来い。クラウドはね、元ソルジャーなんだよ。本当に？戦争に行ったの？秘密だ。したの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。どう？バレてない。バレてない。素質ある？ありがとう。今度何かあったら。うん、そうする。エアリスとクラウドは大人だけど、もう仲間だから、いつでも遊びに来て。待て。もしかして今逃げてくる、あの、あれ、大丈夫、大丈夫だから。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2、入れ墨か。
そういえば、リユニオン。恐れることはない。しっかり、クラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。お兄ちゃんもお芝居しよう。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてると仕事になりそうな。私やりたい。仕事中だ。掛け持ち。いろいろ情報を集めるから。時々声をかけ。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドならすぐ。あ、モーグリがいる。僕が見えるの、ここ。あなたたちは選ばれし一クポね。モーグリのお店にようこそ。モーグリモグの物語。森の妖精モーグリのモグは。その通り、僕たちモーグリが見え。俺にそれは言わせないでほしい、クポ。商品はみんなモーグリメダルと交換する、クポ。まずは会員。モーグリメダルを見つけ。モグヤはもちろんモグの物語と同じだ。何でもや。ああ、次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだ。でも遊びじゃない、仕事だ。ええ、だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。モーグリモグの店にようこそ。おかげでメダルかなり集まった、クポ。みんなを幸せにする力。よかったな、クラウド。じゃあメダルが足りない。それは大変。頑張って、クポ。来てくれて嬉しい、クポ。大きくで。モーグリメダル、それを元手に子供たちは仕事、みんなが幸せに。しっかり。もちろん二人。俺たちが直。それは計画は秘密。ありがとう、クポ。僕これが。
今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ます、はあ、探してあり、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。ってもうこんな時間？フォリア先生怒ってた？うわー、ごめんなさい。びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。お店開くのが夢なんだ。うん、先生たちは言わないけど寄付があっても。ナイス勉強の時間。2番街の公園で集会を開いて。天気予報をお送りします。明日のミートガルはどんより行くの？1番街、5番街の人には家に帰ることができない多くの人たちが避難者に対する避難として、神河カンパニーは保有するアパートや住宅を。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。続きバトルレポートのデータ提出を。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ。誰か、クラウドさん、自分は
強いよ。すごい気合だ。非常時です。ハウスにも先生の、その先生、うっかりであります。ハウスに帰還するであります。この先が五番街スラム。誰か腕自慢はいないか。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっ、くれぐれも気をつけてな。このまま襲ってきたのは目玉みたいな奴だ。多分全部で5体。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。やっ、やっ、それ。落ち着いていけ。頑張るね。調子に乗る。当たれ。へい、うっ、
行けそうかな。下がって仕上げだ。当然の結果だ。ここは待ってる。というわけには。ダム、あまり前に出るな。じゃあ後ろから。お任せあれ。いっけ。お疲れ様。常連になる。マルケの煮込みだよ。甘さとスパイスのハーモニー。時々無性に恋しくなるね。この香り、シンラの好き。これスラムがあっちだから。異常なし。たまにモンスターが入り込む。でどんな影響が出る。アバランチのやつらどんだけすげえ。スラム好きなんて俺って変だ。お、ま、昨日のうちに埋めなきゃよかった。カラーの見込みだよ。大騒ぎだ。慌てるな、すぐ動くさ。やあ君、音楽実は入荷しすぎたディスクが余ってるんだ。よかったらもらってくれないか。渡したディスクどうだ。ごちゃごちゃで。マコールの燃え方異常なし。爆破予告だ。すごかったな。あんたソルジャー。ウォールマーケットでありがねえ。たまにモンスターに入り込む。アバランチのやつら、あれ？駅はどっち？秘伝の甘辛ソースだよ。煮込みも食べたじゃないか。
あまり前に出るな。
あまり前に出る。じゃあ後ろから。こっちは任せる。いいとこ見せなきゃ。任せるね。引き受けた。沈め。届け。当たる。そっちは任せる。頑張るね。
来い。アバランチの行いに対し多くの市民たちが、おお、聞いたぞ。マコーロのロボットが。奴ら、マコーロ。ああ、自分のしていることも。いや、そんなことは。はいはい、これでこれからも何でもやる。おう、あんたを見込んで。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。いざとなれば。安くはないぞ。ありがとう、モンスターの。墓地の鍵って、モグヤの猫では買えます。じいちゃんのマコロ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。続きバトルレポートのデータ提出。
ランチのせいでうちの地域にいざとなれば天気予報を送る。よう、どれにする？それで身は守れそうか？してきたはいいけど列車は当分動かん。列車はまだ止まってたか。やっぱりスラムは慣れないな。連携しよう。はいはい。や届け。おっ。おい。燃え上がって。飛んでけ。取れ。は？うん。や。気合あっ
だ。やだ、最悪。なんとかしなきゃ。交代頼める。落ち着いていけ。頑張れるかな。取る。これで平気。届け。やっ。おっ、次はない。そこにいてくれ。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。
影響を受けていない国に拠点を構えている。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生はだからこれ奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りこんな弱ってそう思っている。もう自力で。そんな墓地の鍵だ。だが私はもう。あんたが返して報酬として 5,000 金金。お前さんの助けを。ああ嘆かわしい。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけどずっと。それもそうだ。そうだよ、私の報酬。ねえ、こっちだよ。神奈軍はアバランチをまだ来たの？すごかったな。爆破予告の
異常なし。モンスター警戒中だ。お、何でも出た。神殿の神殿。ドキドキしすぎて。ごちゃごちゃで。でも。アバランチの奴ら、たまにモンスターが入り込むんだ。でもよ、エスラントエンジョン。あんた、オールマーケットで。ありがね。列車はまだ動かない。列車は動かん。やっぱりスラムは慣れないな。知り合いが、何でも屋さんに。このまま戦争になっちまうのかな。初めてのスラム。連れてるね。何ですか？進むぞ。
子供じゃどうしようもない問題も多くてさ。いらっしゃい、一歩。
頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなんですよ。ルーナカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない軍に拠点を構えている可能性があり、軍による大規模な攻撃を視野に入れている。落ちたらどうしよう。あ、クラウド？見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔鉱炉が爆発したせいかな。よく見てるね。あ、勉強する約束、ハウスに帰らないと。グレートマネージャー。あ、ソルジャーさん。イス、マコールが壊されて本当かな。その前に、あ、フォリア先生との約束。私帰るね。これで全員だね。ハウスに戻ろう。リーフハウスの子たち、いつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返るわ。どうにかならんもんかね。あ、エアリス。どう？お花。うん、とってもでしょ。そう、ほら、黒いスーツの怖い感じなの。大丈夫？飾りつけたお花、ゆっくり。お花、いいの選んでくれてありがとうね。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に。すっごく凶暴。ソルジャーさんならた。ああ、しかも簡単にな。でも俺、お金なんかない。自警団なら他の大人に知らせ。あそこは足りない分はどうしてもダメな。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王隊。やったー、ガマ王なんかに負けないよね。ソルジャーさん強いもん。もっとお願い。さらになれ。最近じいちゃんの魔鉱炉話が止まんねえんだ。フグヤ、面白いやつだろ。変わってるけど、付き合うときっと幸せに。待て！イーちゃんみたいに強くなる。言ってるんだ。片付ける。連携しよう。頑張るね。じゃあ、当然の結果だ。
終わったな。あまり前に出ず。じゃ後ろから沈め。またね。悪くない。戦を変える。私の出番。ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこといいですね。わかりました。ガマ王大臣、ありがとうございました。さ
すが先生、そうありたい。夢のためあの子たちがそれはもう。でもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいし。すごい先輩の。うんあ、いけ。用事、用事っていうか夢です。ありがとうございます。なんだろうね。興味ないね。秘密基地を、ま、お礼に特別もう一度秘密基地に行ってみてよ。ランチのせいで、うちのじいちゃんが元気になっちまったらしい。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、クラウドのおかげだ。そうだ、何でも屋を探してるって。来た。一番たくさん箱を本当はこ
Yeah.
挑戦、いつでも。またお手本見せてね。約束だよ。Thank you.
沈め。上達するには練習あるのみ。挑戦いつでも受けるよ。やっ、仕上げだ。はっ、
Come on.
上達するには練習あるのみ。挑戦いつでも。クラッシュボックス、一緒に極めよう。
には練習あるのみだよね。クラッシュボックスやってく？Thank you.
ッシュボックス一緒に極めよう。手早く移動しん。あの、すぐ行こうパオさ。来てくれて嬉しい、クポ。わかんない、もう、あなたは話しない。お役に立てて嬉しい、クポ。但有些我们有点面，你们才得出头。没，没错。我但有些他以前有没得病。ひょっとして噂の何でも屋さんですか。ああ、自分は活力新聞。とんでもない誤解です。スラムの醜い目指すべき未来を。で、スラムエンジェルはご存知です？主にシンラカンパニーの関係。有名だよ、スラムエンジェル。でも泥棒は。は、私は奴の正体を暴きたいんです。おまけに私、そこで噂の盗賊スラムエンジェルのことなら、どんな情報も。戦争は終わった。あら、やだ。なーに、スラムエンジェル。必ず予告状。手品という噂でいいなら、私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。夜が来るの待ってるんだ。じゃあ空は。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。この人はミレイユさん。こっちはクラウド。これ噂は聞いたよ。今は活力新聞の依頼。詳しいな。あいつの依頼は関係ない。おやおや、ちょうどいい。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者しないから。お、どうでした？ミレイユさん、わかる。ミレイユ、自分を押しつくとどうやって口を。なーに、気が変わらないうちに押し、それとも残いいえ、アジト裏道を進んだ先。物見のたけどえ、かなり手ごえ、いや、なら何でも屋さん。もう一つ。我がテラポートやでよ。なんじゃ。なんじゃハロは。あ。我が、我が T
を持ってきて、じゃあ行きましょう。当然の結果だ。調子に乗る。落ち着いていけ。頑張れるかな。眩しい？届け！やっ！
貧しき人々へ。スラムエンジェル。他には何もなさそうだ。戻ってくる。你转转转俾我谂啲旋风斩啊！咩斩？即系平衡咁样转啊，唔系垂直咁转啊。我其实真系谂唔到平衡转咁旋风斩之后咧。予告カードじゃないですか。間違いなく本。大発見です。おや、あのカードなんか書いてある。しつこき神羅の騎士殿へ、おびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次は。スラム。悪かったね、情報通とか言われていい気になって。まあまあ、これに懲りずスラムエンジェルの予告が出たぞ。待ってました。ドンは大物。ちょっとその情報。報酬を取り付け、ほらこれをも。なに、遠慮はいらない。感心したよ、さすが噂の何でもや。そろそろ帰る。そんな時間か。クラウド、報酬が低い。お試し期間。さあ帰ろ。听起来像个虚拟人，真正的听起来是虚拟人。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど。魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通り。だがエアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。能力反対。下がってろ。お任せあれ。ほっといてくれない？
できない。離れてて、ね。やっ。ちょっと、ごめん。引き受け。相棒の借り、返させてもらう。やってみろ。
果てろ。しまった。やっ。なに。ソリュン。連携しよう。頑張るね。なに。さあ。下がって。私のネットでけ。それ。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。先你光手机擦擦洗啊。待ってて。啊？不接我们没有。やっぱり。不管。来る？因为他当初是怎样变成神魔战士，怎样怼咗沙菲洛斯一刀。花と話して、というそんな一日でした。顶啲花画真系好差，啲花画真差到仆街。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね、ああ、うん、何でもない。どうせ信じないから。あ、覺得有啲反差好多。だろうな。あ、天、あ、天は紅色眼睛。一応聞こう。本当？じゃあ綠色。あ、あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。現在变成蓝绿了。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。
諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか。さあ、行こう。First Kakasan. 返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。佢以前咪有两个嘅咩？个膊头嗰度。这个超难声攞住咁耐。算啦，唔要魔法追击，好废。我装个气挂先。再个 ATB 增幅。唔係，一個係 Tifa， 一個係 Carl。仆街，我見到佢跑下跑下。いや、もう少し。仲冇其他嘢做啊？出出出。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。唔系发型嘅问题咩？但基本上所有神本当に立派になって。そんなんじゃあれだね。女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば、母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんで、あんたをぐいぐい引っ張っていく。そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。中間は綠色、浸過魔光は綠色、然後外面才是藍色眼的。どうしたのクラウド？いや、怖い夢でも見た？でも
夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。仆街站喺我面前有冇谂事啊？我啱啱谂住搞搞个事故。今度は見つからないように。你神魔战士嚟噶啦，你大哥噶啦，唔好叫我粗口咯，仆你嘅臭街！点撞到啊？もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。あ。我点解撞到？我都唔知点解撞到。The fuck？冇咗咯，真嘅冇咗咯，啲嘢啲嘢终于执好啦，撞几次就会冇嘅啦，原来啲嘢。我都唔知我点撞到啲嘢。行くのかい？七番街へ行くにはどうすればいい？六番街を抜ければいいのさ、簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう。関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね。すまないね。もうやれから。はい、こんちは。点行啊？屌，又用个刀。追上嚟，哦，呢度我冇睇人哋玩，我就睇到人哋玩到離開。あら、お花屋さん、今日は子供たち、もうみんなエアリスにも。ああ。遅くまでご苦労様。子供たちに昔話をしていた。チョコボの洗剤、早速使ってみたわよ。わ、夜晚のパン、初めて見た。傳送點啊？傳送點啊？我知啊。啊。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。道案内を頼む。喜んで。如果再如果唔撞到嘅话咧，有事点会？クラウド？どうしたの？なんでもない。点解会有第二个平行时空嘅记忆嘅呢？我得，我得。空が見えるな。上工事中だからね。少し。怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出て
そのまま神羅に入った。六番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そうだから、いかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。七番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。我感觉该到了，该到家了。等等，都唔知佢见唔见爸爸，都搞好咗先啦。见到佢坐架车，自己坐架车。プレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。ハンド可愛いよね。嘘、はしご、引
引き上げられてる。この子使えないかな。こっちこっち。じゃあ私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。頑張ろう。出るようになったから。そんなところでスラム育ち、たくましいな。嬉しくない。Thank you.
ていけ。任せやれ。この程度。いただきます。やっ、来い。やっ。この程度。力引っ張ってて。アームであのコンテナつかめない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。
っちこっち。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。用吹没记得我都先爆上来了，我こんばんは。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それにおい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。のえ、弁償ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみ、身ぐるみ、身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、そのあれだよ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。うそ。もうめちゃくちゃ。それ
どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだお前ら。ちょうどいい。これでこいつの腕試しだ。仕上げだ。
が上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。
まくいったね。ああ、だな。うん。あ、うん。クラウド、今。急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。なんの。ごめん。おっとそこのカップル。よし。もう置いてそっちを任せる。私の出番。置いていきな。あれ、七番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。うん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。
魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。唔系啊，佢呢一代remake 版冇咁，呢一代 remake 版。唔系我话俾，佢唔系剪呢啲啊。Yes， 我意思即系佢呢一 remake 版咧，阿Carl嘅成分多好多呢段，我意思系。スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか。大丈夫じゃないって言ったら家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？いや。もしかして、寂しくなった？見ても行く？ところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。分かった。はいよ、よ。有奇果、有丝瓜，就系嗰两个包子头，有啲嘅点样？ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。ボルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。Thank you.
Nicotine. Quite moody. Quite a milk on the head and toes.